まずはじめにユスロン・イーザ・マヘンドラ閣下ご起立お願いします。拍手お願いします。ご紹介いたします。閣下はインドネシア大使館特命全権大使でございます。閣下は筑波大学で国際政治経済学を学ばれ、日本での生活は合わせて13年に及びます。大変な知日家として知られ、インドネシア筑波を見通した計画を持って、インドネシアと日本との友好の架け橋として尽くされた功績は極めて大きく、よってその全校を放送された平成26年9月18日東国の宮記念会名誉総裁東国の宮守弘、東国の宮記念会名誉会長豊沢豊、東国の宮記念会会長吉村康弘、おめでとうございます。分かるだけじゃなくて、おいしいご飯も今日一緒に食べますから、もうだから私は今から両国のために努力しますから、だからもちろん今ね、東京には私は一人だけじゃなくてたくさんのお人が申し訳ないもいますので、じゃあ一人一人